プ主のバンボクトだぜ。生徒のマリサです。オタクヤは始めるぜ。このチャンネルが気に入ったら、登録、いいねを、お忘れなく。ついでにオプ主の小説ページも覗いてみてくれ。概要欄にリンクがあるので、試してみてね。師匠、前回のウルトラセブンメカニックの魅力、視聴数が思いのほか好調です。うむ、数日間で視聴数が、1000を超えたのは妨害の喜びであるぞ。前回はウルトラ警備隊のメカでしたね。今回は新役者側のメカですか？うむ、そのつもりだが、今回前回で言い足りなかった部分を補足したい。なんでですか？さっさと本題に入ればいいのに。そうは言っても、ウルトラセブンの魅力は、メカのみには語り尽くせぬからな。そうまでおっしゃるなら、仕方ないです。ちゃっちゃと済ませてくださいね。今回はマリサがやけに強気だな。語りたいというのは、ウルトラセブンの音楽についてなのだ。というと、主題歌のことですか？主題歌もいいのだが、番組内に流れる挿入歌とか、シーンを演出する BGM だな。そういえば、ウルトラ警備隊のマーチとか、ウルトラセブンのテーマでしたっけ？やたらかっこいい、上がる曲が多いですね。作曲者の冬木徹という人を調べてみたら、ウルトラセブンだけでなく、ウルトラマンシリーズの多くの番組で作曲を担当しておるのだな。ウルトラセブンではないんですが、帰ってきたウルトラマンで使われた、通称、ワンダバマーチが有名ですね。ワンダバダバダバ、と男性スキャットによる軽快なテーマ曲だな。あれについてはちょっとした裏話があるそうだ。ウルトラセブンで、1,2,3,4 で始まるセブンのテーマ曲があるが、その冒頭、ワンの部分を繰り返しにしてできたそうだ。へぇ、繋がっているんですね。さらに余計なことかもしれんが、アメリカ海軍第7艦隊のブラスバンドが、日本に寄港した際、ウルトラセブンのテーマを演奏したりしておるな。なんでウルトラセブンのテーマ曲を？あ、第7艦隊ということで、セブン繋がりですか？ウルトラセブンは、昔ハワイで放映されておったそうだから、曲の存在は知られておるのかもしれんな。もっとも英語吹き替えで、相当内容が変えられ、当時視聴していたアメリカ人の子供たちは、コメディ番組と思われていたようだ。ウルトラセブンがコメディ番組だって、ちょっと想像つかないです。他に言い足りなかったこと、ありますか？ウルトラ警備隊の隊員は、腕時計型の通信機を装備しておるな。はいはい、テレビ画面が出るやつですね。子供自分、あのシーンを見て憧れたものだが、まさか21世紀に実現するとは思わなかったぞ。そうですね。今ではスマホで、簡単にお互いの画像を見て通話できますから。わしが勤めておる会社には、東南アジアの人が多くおるのだが、その人たちがスマホで、ふるさとの家族と画面で通話しておることを見かける。テレビ電話というもの、特別な人間しか使えないものだと思っておったが、技術の進歩には驚かされるばかりだな。師匠、そんなこと言うと、お年がバレますよ。そろそろ本題に入りましょうよ。ウルトラセブンの話をしている時点で、すでにバレておると思うが、まあ始めるか。ウルトラセブンで、新役者のメカを挙げれば、なんといってもキングジョーですよね。視聴者も、今出るかと心待ちにしていたと思うぞ。キングジョーって、最初3体で分かれて空中を飛んできて、合体してロボットになるんですね。合体してロボットになるといえば、アニメではあったが、特撮では多分、このキングジョーくらいしか、思い浮かばんな。当時、師匠はウルトラセブン、毎週見ていたんでしょ？その前の自習予告なんかで、キングジョーは見ていなかったんですか？わしの記憶では、ウルトラセブンは自習予告というのをやらなかったように思うな。そうなんですか？自習予告が毎回放送されるようになったのは、随分後になってからだと記憶しておるな。視聴者さんの中で、番組の自習予告について詳しい人は、ぜひコメントお願いします。このキングジョーってロボット、すごくかっこいいと思えるんですが、どうしてなんでしょう？それは、顔、をつけていないからだと思うぞ。その理由は？もし、このロボットに、何でもいいから悪役っぽい顔があったら、途端によくある、平凡なメカになってしまう。しかし顔がないことにより、不気味で、感情移入ができない怪物と映るのだな。なるほど。キングジョーが登場した、ウルトラ警備隊2世で、セブンは散々苦しめられますからね。しかもウルトラ警備隊の協力で、キングジョーを倒す展開は、かなり熱いストーリーで人気もある。ウルトラ警備隊が活躍するといえば、セブン暗殺計画で、ウルトラセブンを警備隊が救う話もありましたよね。ウルトラ警備隊2世と同じく、セブン暗殺計画も前後編だな。ガッツ星人ってネーミング、ちょっと笑っちゃいます。透明な十字架にかけられたセブンのビジュアル、インパクト抜群だったな。気のせいか知れませんが、ウルトラセブンってウルトラマンと違って、宇宙人に倒されそうになったり、危ない場面結構多いですよね。確かに、何度も変身するためのウルトラアイを盗まれたり、絶体絶命のピンチもあった。ウルトラマンはバルタン星人とか、ゼットンくらいでしたっけ？ピンチだったのは？弱点をあえて見せることによって、ドラマチックな展開になっていた。それが長年、記憶されることなのかもな。他にウルトラセブンで登場した宇宙人、印象深かったのは、何ですか？わし的にはダークゾーンという回で登場したペガッサ星人だな。宇宙人にしては紳士的な態度でしたね。これはネットで見つけた、ペガッサ星人とアンヌのツーショットだ。おお、アンヌ隊員、ちょっと色っぽい仕草ですね。一場面を拡大してみるぞ、何か気づかんか？ここに映っているのは、まさかリカちゃん人形？おそらく女性らしいアイテムとして配したのだろうが、この年頃の女性がリカちゃん人形を身近に置いておくものかな？それはなんとも答えようがないです。
宇宙人と言っていいのか迷うが、第4惑星の悪夢に登場した人間そっくりのアンドロイドが印象深い。ああ、あの顔がパックリ開いて、中の目かが見えるところ、夢に出てきそうです。まさに悪夢だな。うまい、座布団1枚。この回を監督したのは、実装寺秋夫だがウルトラマンの頃から引き続き演出を担当しておった。この監督のカメラワーク、独特で、一見して彼の演出だなぁとわかりますよね。ウルトラセブンのシリーズが動き出し、ウルトラ警備隊本部のセットが完成して、プロデューサーが見聞に来たときつぶやいたそうだ。何を言ったんですか？これなら実装寺が舐めにするようなセット、ないので安心だ、とな。え、どういう意味ですか？実装寺監督は、やたら画面の前に小道具を置いたり、演者の顔を隠すようなカメラワークが好みだ。ああ、なんかそんなイメージあります。広角レンズとか、ちょっと変わった画面が、実装寺監督の画面には多いですよね。子供番組らしい絵作りを期待していたプロデューサーだったが、やはり実装寺監督は独特のアングルで画面構成をしていたから無駄だったようだが。師匠、もうちょっとウルトラセブンの新役者メカについて、考察続けてください。毎回登場する宇宙人には、宇宙船が付き物だが、それらの形態もユニークだ。例えば、どんなのがありましたっけ？地球人の生命力を盗むカメラを使った、ワイルド星人のナースという竜のようなメカ。あれは円盤でもあるのだ。生命力を吸い取るって、絶対出会いたくない宇宙人です。ウルトラセブンを特集するなら、絶対触れなければならない宇宙人がいるはずですよ。わかっておる、メトロン星人であろう。あのチャブ台を挟んで、お互い油をかく映像はインパクトありましたよね。あの回を演出した実装寺秋夫監督は、かなりプロデューサーから叱られたそうだ。え、視聴率が悪かった？いや、そうではなく、プロデューサーとしては、将来海外へ売り込むために、極力日本的な映像は排除するつもりだったようだ。ああ、日本マニチャブ台では、あまりに日本的すぎましたからね。特撮からは離れるが、タツノコアニメは海外売りを意識して、街の背景に映る看板の文字は意味のない模様にしていたそうだ。なるほど。文字が読めたら、どこの国か特定されてしまいますからね。ところが近年の海外で日本コンテンツの、日本的な要素が逆に受けているそうだな。そうですね。YouTube を見ると、日本のおにぎりを、アニメで知って食べてみたくなったって話、聞きますから。と、つい話が別の流れに盛り上がったところで、師匠、そろそろウルトラセブンに戻りましょう。すまん。ついオタク知識が溢れて、止まらんのだ。そんなことより、ほら、ウルトラセブンで人気エピソードといったら、あれがあるじゃないすか？あれか？そう、あれです。ウルトラセブンで印象深い回といえば、偽ウルトラセブンが登場する、団体セブンの対決だろうな。あの、しかもサロメ星人が操るこの偽ウルトラセブン、ロボットなのだから、今回のメカ特集の趣旨にもぴったりでないか？師匠、それは。ロボットが登場するといえば、主題歌にある、諸星団の名を借りての意味が判明する、指定555に登場するロボットがあるぞ。いや、そうじゃなくて、ほら、セブンと言ったらあの回が。お、そうか？すまん。肝心なのを忘れておった。ほ、やっとあの回、考察ですね。ウルトラセブンに登場する宇宙人のロボット、勇気ある戦いのクレイジーゴンだな。このクレイジーゴンのデザイン、どう見ても塩招きという紙を連想させるな。いい加減にしてください。は？なんですか、さっきから聞いていれば、肝心な人気回のことを話さないで、勝手な解説ばかりじゃないですか？それではマリサよ、お主はどの人気回のことを言っておるのだ？決まっているじゃないすか。ノンマルトの使者ですよ。その回だけは触れたくなかった。どういうことですか？ノンマルトの使者は、今でもファンの間で議論が百出している厄介な話数なのだ。そうなんですか？脚本を担当した金城哲夫の出身地を絡め、あの話は沖縄問題が根底にあると主張する人が多くいるらしく、うっかり考察できんのだ。あ、それは微妙な問題ですね。話を整理すると、ノンマルトとは、昔地上を支配していた知的存在が、今の人間が勢力を伸ばして、海底に退いた生命体とされるな。ははあ、今は地上にいないけど、昔は支配的な存在だったってわけですね。海底で平和に暮らしていたノンマルトたちだったが、地上の人間たちが海底へ進出するようになって、生存を脅かされ反撃に出た、そういう話だな。すると海底に追いやられたノンマルトが、脚本の金城哲夫の出身地沖縄に重なった？何しろ脚本を担当した金城哲夫という人、今は個人となっておるので本人に確かめることもできん。それじゃあ、師匠はどう考えるんですか？わしはこの話数を視聴したとき、制限機という映画をつい連想してしまったな。何ですか、その映画。全然、知らないんですが。1973年公開というから、今から50年以上昔の映画だな。わしがいつ、どこの映画館で鑑賞したか覚えがないが、なぜか連想するのだ。はあ、それならその映画、さらっとでいいから紹介してくださいよ。主人公の回想で、沖永良部島での、少年と母との暮らしを描いた映画だ。ということは、沖縄が舞台？うむ。海岸でのシーンが、ノンマルトの使者で描写される海のシーンに重なって、わしの連想につながっているのかもしれんな。で、どうなんですか？師匠はノンマルトの使者、どう考察するんです？脚本の金城哲夫が沖縄のことをストーリーに盛り込んだか、それはわからん。
わしとしてはウルトラセブンというシリーズではかなりファンタジー色が強い一本だと感じるな。ウルトラマンのジャミラの回や怪獣墓場、セブンのペガッサ星人の回など善悪がはっきりしない回が意外と多いシリーズだ。そうですね、この頃のスーパーヒーローものって悪は悪、正義は必ず勝つって定番でしたからね。子供にも忖度しないという制作態度がこうして長年記憶に刻まれておるのだろう。師匠、そろそろまとめに入っているようですが、最終話、史上最大の新約には触れないんですか？またもやお主は難しい注文を出すな。史上最大の新約前後編は、ダンが体の不調に気づき始めるところから始まるな。体温90度って、どんな状態なんでしょう？この状態のダンの額に生卵を落としたら、目玉焼きができてしまうな。それ、笑えないボケですよ。むむ。ともかく突如現れたセブンの上司は、これ以上地球に留まると命が危ない。M78 星雲へ帰る時が来たと忠告するのだ。ウルトラセブンには上司がいたんだ。ということは、サラリーマンだったのか？もしかしたら、M78 星雲には宇宙の平和を守る組織のようなものがあったのかもしれんな。そういえば、ウルトラマンの第一話も、宇宙の犯罪者を追って、ウルトラマンが地球へやってくるという出だしでしたね。しかし長年の戦いで傷つき、ボロボロの体で最後の戦いに挑むなんて、なんとなくですが、すっげー哀愁を感じるところですね。この頃の日本は、高度経済成長の終わりが見え始めた頃の時代が反映しているかもしれん。2年後の70年万国博で、日本の経済成長は安定期に入ったが、人々は不安を感じていた。その予感は中東で始まった、オイルショックによって実現した。そんな時代の空気が、このウルトラセブンという番組に反映しているのかもしれんな。師匠、またまた面倒くさい考察に入りましたね。うむ。オタクやワにふさわしくない話題だったようだ。こうしてウルトラセブンの考察、やってきましたが、師匠の感想なんか聞かせてくださいよ。つい懐かしさで2本続けたが、このような人気のある番組の考察はちと荷が重いな。これからは、もう少し軽めの、映画紹介などやりたいと思う。ともかく投稿頻度をもっと上げることですよ。それには一言もないぞ。反省しておるので、視聴者さんも、これに懲りずに視聴を続けてほしいのだ。この動画、面白かったら、コメント、高評価、登録をお願いしますね。それでは次回の動画、お楽しみに。